エンジョイパチンコライフ。スロットの時間3後編作戦会議はどうもありがとう。はい、作戦会議でございます。ついにですよ。まあもう最近ね、一人でやるのはもう毎度おなじみなんですけども、ついに自分の動画を見て、それを見てこう一人で作戦会議を立てるっていう感じになりましたね。ついにやった。はい、というわけでね、自分の前編の動画を見ていきましょう。結構ね、自分のね動画ね、この自分の動画を動画で見るって結構レアだと思うんですよね。でやっぱ自分の動画って見るとちょっと、はい、もうちょっと超やれたなとか、ちょっとあの落ち込んだりするんですよね。はい、それが今日です。はい。ね、ちょっとこんな今日こんなあの格好でちょっと清潔感がなくてすみません。なんかもうちょっとあのいつものあの綺麗な服装で紳士的な感じでお届けしたかったんですけど、ちょっと今日だらしない格好で本当すみません。もうそれだけ先に言っときます。はい。でまあ今日はね、ちょっと一人じゃやっぱ寂しいので、まあ一人二役でお届けしようかなっていう感じでございます。よろしくお願いします。よろしく頼むみたいな、こんなね、あのちょっとグダグダな感じで、まあ毎度お届けしますよ。で、まあこのちょっとねオープニングなんですけど、かなりまあ悪意はないですよ。あの単純にまあカメラマンさんのネオマーさんと僕が結構あのスロマガさん好きっていう感じからそうしようみたいな話になったんです。うん、なんかちょっとオーディオコメンタリーっぽくていいですね。なんかあのアニメのオーディオコメンタリー的な。うん。そうかなと思ってます。ただね、今日ちょっと僕元気がいいです。なぜかというと私服だからです。コスプレなし、そう。まあ、でも普通の方からしたらやっぱこれがコスプレって思う方もいらっしゃると思うんですけどね。やっぱ着たい服を着る、これがファッション。ちょっとご挨拶させていただいた時、やっぱ皆さんあの着る服ってやっぱあこれいいなと思って買うわけじゃないですか。まあ要は自分のセンスというか、まあ自分の中でおしゃれの最先端的なものを選ぶじゃないですか。それがただこれだけ、これっていうだけの話で、うん、今いろいろその服のメーカーとかありますけど、やっぱり僕の中では一番は今日本一は、まあ、二次元コスパっていうブランドかなっていうところです。はい。うん、なんかもう、3から結構いろいろと変わってきて、まあ、パチンコもありになったりとか、あとは時間帯ね、で僕があの朝から担当みたいな感じになってるんですけど、結構ね、朝からはかなりありだと思います。うん、それ単純に思いました。で、本当に常連さんのお客さんが温かい方で、なんかその前に来た時のこととか覚えててくれるんですよ、本当に。なんか前回その娘さんの話、娘さんがその声優やっててっていう話したお客さんがいて、で娘の宣伝よろしくなみたいな感じで言われたりとか、なんかああ覚えててくれてるんだとかってすごいありがたくて、だからそういう方々と一緒にこう朝から狙い台を絞るっていうのもすごいありだなっていう。本当だいぶ前から来てらっしゃる方とかやっぱいるので、やっぱりここでジャグラーです。そうジャグラーね、もうこれは前回でね分かってたんですけど、だから本当にねニューパレスさん朝からは単純にねこれはありだと思う。それはすごく思いましたね。23日、毎回23日にスロットの時間やってて、で、11日でしたっけ、スロットはね、確か11日にスロマガさんの全国さ街道リサーチやってるんで、この2日は、まあ、僕、一ユーザーとしての意見は、朝からジャグラーをこづきたいなっていう感じは単純にあった。本当に寄らないでくださいよ、もう花のところね。あのね、本当にね、不快に思う方は多分いらっしゃると思うんですけど、まあ、だいぶ暴言を本当は吐いています。ただ多分この腕利きの編集マンがだいぶ苦労して仕上げてくれたと思うので、まあまあまあちょっと1回ぐらいはね当たりを引きたい。それでももしかしたら不快に思う方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、僕ねやっぱこういう
打つわけないよ、なまあもちろん打つわけない、ただねやっぱパチンコなんで、こう大当たり外れ、まあ、大当たり来たら喜んで外れたら悔しがってっていうのはあるんですけども、その前にやっぱりこうその演出というもののこう良し悪しというか、こうやっぱそのあーよくやってんなみたいなところって僕やっぱ重要視しちゃってるので、こういう台にはめっちゃ辛口なんですよ本当に普段から。あ、ありがとうございます。僕ですねこのジューシーハニー打った後、アスカキララさん検索しましたよ Google で、うん、うわ結構良かったっす。ああいうあのパチンコ の、ね、あのリーチ演出とかあるじゃないですか、まあ、いいところはあれってなんかこう保留変化しなくて当たるっていう僕はガロのイメージあるんですよ。アニメだとその世界にこう入って楽しめるんですけど、ああいう、まあ、僕ね本当ドラマとかバラエティ番組見てもそうなんですけど、その撮影風景をすごい想像しちゃって、今のなんかこう水かけられてあーっていう時もおスタンバイして、こうやってスタンバイして、はい、行きまーすみたいな感じで行ってんだろうなーみたいな、その裏側を妄想しちゃって冷めちゃうんですよね。本当ね。ちょっと今を学びなさい。お、やばいね。もう絶対もう三世さんとかこいつ先だよ。生意気な若造ガキが。今のガロも絵もダメだけど崩壊。いやでも。厳しいよ、あの基本その厳しいですよ僕、まあ、メーカーさんいっぱいあるじゃないですか、僕に比べるじゃないですか、どうしたってユーザーさんは。親間違いないです本当に。やっぱもう三世さんがおあのおもう枠の外から顔出したりとか、うわすげえっていう部分もあったりする中で、おお、まあ、苦手分野もあったりするわけじゃないですか。そういうことですよ、まあ、矢口さんのファン1番がね矢口さんのファンで2番目が辻ちゃんだったんですけどあでもそうか、そうなのか、その時代からその系あったってことなんですかね。ツンクエースはねすごい好きだったシュールで。あそっか、おー赤だけど保留1個辻ちゃん。あ、そっか、ミニモニのじゃんけんぴょんを雪降ってる中買いに来ましたもん、歩いてジャスコまで行って中2の時に。あのやっぱモー娘。の推し派閥があるじゃないですか若い時って。今だとあのじゃあ僕が渚好きっつって、あのこの方も渚が好きって言ったらおおいいよねってなるんですけど、中2の時はあの仲いい友達が同じ後藤真希を好きだとちょっと仲悪くなるんですよ。そうで、あの僕の友達が矢口さんが好きで、それ僕ずっと隠してあの後藤真希さんファンって言ってたんですよ。何撮ったんですか。言ってて、で僕あの、まあその時の、 あの携帯って、まあ、普通 の、 あのガラケーの折りたたみじゃなくて、その電池パックの裏に矢口さんのシール貼ってたんですよ彼女なんていないんですけどね、あのそういうことをしたい年じゃないですか、隠したいじゃないですか。でやったらある時見られたんですよ。なんで電池パック外したのかなとは思うんですけど、でそこから1週間本当口聞かなかったんで、僕あの友達が中学校の子3人しかいなくて、来たか、あの高橋ってやつと原田ってやつ、白井っていう3人しかいなかったんですけど、違う、その高橋君とちょっと仲悪くなって、左押してください、でそのなんか取り持ってくれたのがあの原田君だったんですね。で仲直りして、その仲直りした時がね、その高橋君が矢口のキラのトレカをお前好きなんだろくれたんですよ。その時に僕らは親友になったなって、で僕が後藤巻き差し上げて、すいません、どうなる、俺はもう今日から後藤を押していくみたいな、
なんだろうこのいやなんかあの一人二役やるってもう全く忘れてますからね。いけないね、うん、あこの人が止まればいいんだな渡辺この人が僕調べましたよこの後そうこのまゆゆっていうらしい押してくれてありがとうっていうのがあややのパクリなのかな。ちょっと比べていただきたいんだけど押してくれてありがとうこれねまず渡辺がでやっぱモームズから始まってんじゃないですかねこの平成は、うん、なんかちょっとわかります感情のこもり具合ひでえなよく考えるとどうですか皆さんこんな日はありますかね朝から3時間です、はい、本当にね申し訳ないおかしいよね今日ねちょっと、実践中本当ね今年しか言ってないっていう今年僕褒めたところが動画でなんかそのフリーズとか引いてないですもんあと効果音トータル結構な時間打ってると思うんですよ ね, ねもうメーカーさんにも嫌われてみたいなやっぱね最近をもうね12年、まあ、僕はちょっと趣味がこのパチンコパチスロー打ってきて、っていうだけで最近ようやくね、まあ、自分引き弱いなってああいうのが好きな方は思いました本当に、うん、僕アニメの台打ってるような感覚だと思うんですけど、まあ、理解はあるんですよ理解はあるんですけどとね引いてる人すげえなって普段本当にああいう感じでこの撮影してる時に引くってね本当やばいですよ悪く打ってますだから打たない、ね、最近本当にこ う, やっぱこう難しいねパチンコあ難しい、ね、これ喋ろうこれ喋ろうとかってある程度こう考えてはくるんですけど、ね、悔しいからいや今日見せ場あるかなないかなあるといいなって、ねね、見せ場来いって打ってると本当全く来ないスロットの時間3はオカルトなんだろうけどないのかもしれないんですけどなんかね本当ね引き強い人引き弱い人相性もしかしたらある気がする本当にじゃなきゃニューパレスはねよろしくお願いいたしますだって、ね、この結果の差はおかしいでしょそのジェフリーさんとヘイテン君と僕の、ね、僕のゴッドハンドクラッシャーが炸裂しそうになりました、うん、イライラして、うん、本当にねもう空白の見せ場のなさにこれジョジョですこの拳を叩き込みたかったんですゴッドハンドクラッシャーはさすがにしないですこの潜在データに僕入りたいなっていうちょこっとはいあんまり見てないっすでもまあなんですかね一つ言えるのはこの動画を見てそのこ動画を見て次につなげるっていうつながらないかったかなっていう、うん、っていうかもう分かってるんですよねその前にジャグラーだってそんなことは分かってるんですけどもそこ以外にもっていうところだよねうん改めてまあそこもうジャグラーはもうそれはもうそこ行ったらもうそれ当たり前だからと言ったところでねやっぱ僕らはそこをかぶいて頑張ろうということでね次回の撮影は12月23日クリスマスイブイブでねやっぱりクリスマスといえばジェフリーさんということでねジェフリーさんが今年最後の締めとなっておりますはいさあまさきさんがそんなまさきさんが打つ機種候補を選んでいきましょうやっぱりジェフリーさんといえばなんかやっぱねどうしてもねスロットっていうイメージになっちゃうんですよねやっぱりあの前回ちょっと僕はニヤつきながら正直ジェフリーさんの動画見てましたざまみやがれと北斗やってやったぜって選んだのは俺だみたいな感じでちょっとドヤ顔してちょ見ちゃうしすみませんなんですけどでもやっぱりさすがジェフリーさんでこう勉強になる勉強になったというわけでね、まあ、信頼がそこそこ出ておりますはいなのでスロットはパチスロガールズ&パンツァーねこれ今、まあ、11月12月と信頼出て今一番結構なんだろうな、まあ、ないアニメの内容もまあ面白いんですけど出来としても評判いいという噂、うん、なんで僕ちょっとあの補正入っちゃうんでね僕の意見はなんで、まあ、ガールズ&パンツァー
をまたこうジェフリーさんなりにと言ったところでちょっと見たいなっていうのと、あとやっぱ花のケージ、これだ花のケージ、戦極めし歌舞伎者の宴と、非常にこういうな呼びやすい呼びにくい名前なんですけど、これがね1台ずつ入ってます。なのでこれで、天部の極みが見たい。いや見たいでしょ、天部の極み超見たいっす、超見たいです。これをちょっと見てほしい、見てほしい、見せてほしいです。でもう一個、もう一個ね、もう一個が一番の僕のド本命です。なんとパチスロデッドマンワンダーランド、これだ、これ2台入ってます。これでいこう、ジェフさんお願いします。バラ3台なんで、ちょっとじゃあ島系も1台入れときますか。そうなると、北斗トモ、ルパン、ゴッドイーター、ハーデス、バジリスク、凱旋、転生はバラかな、まあ、この辺。そうなるとそうだな、ジェフリーさんがあんまり好まなそうなところのルパン、ジェフリーさんどうなんですかこれ、うわマジかよみたいな、ゴッドイーターって言っちゃったらちょっと違う、もうジェフリーさん好きそうだもんだって、うん、なのでルパンでそうだなやれるんだよっていうところを見せてほしいな。はい、なので4機種、今回4機種ですね、ルパン、ロイヤルロードとデッドマンワンダーランドとガルザンドパンツァーと花のケージですね、こちらの4台スロットよろしくお願いします。でパチンコが、パチンコ、パチンコね、ぶっちゃけジューシーハニーって言いたいんだけど、まあ、ジューシーハニーじゃあ入れときますか。ちょっとどう違うのかっていう、本来どうなのかっていうところですね。でジューシーハニーとですね、あとは僕の個人的なのはですね、吉宗僕大好きなんですよ、このパチンコ。これね、猛プッシュ案外ないんじゃないですかね、動画とかで吉宗が、うん、でね本当にね僕好きなんで、ちょっと動画で見たい。はい、これはもう一ユーザーとしての意見です。で3機種目が、嫌いなとこ行きたいですね、ジェフリーさんが嫌いなとこ行きたいな、嫌いなところだと、そうだな、まあ、嫌いとか言っちゃいけないのか、あまりこうジェフリーさんが打たなそうなところでいくと、ちょ王道を外してですね、そうだな、本当は義父堂々と言いたいところなんですけど、三国志英雄集結、これだ、いや見たいね、ジェフリーさんがよしっつってこう夕方からなのか昼なのかか来て、こう一通りあのジェフリーさんがよこう選んで、よしこれだ三国志これでいきますっていう、見たいっすね。はい、というわけでね、パチンコがジューシーハニーと吉宗、そして三国志、こちらの3台で次回はお願いします。はい、というわけでね、さあこの後ご飯でも食べ行きますか。お腹すきました？食いますか。はい、ああ自分でやるんだねはい、今回ジャグラーコーナー3分で台を選んで10分間実践するという、まあ、閉店シリーズルール今回もやってきましたね。今回ねなんかちょっと前半を引きずってますね、なんかいろいろとちょっとね先に謝っておきます、申し訳ございません。はい、今回僕はどうなったのかぜひご覧ください、どうぞ。さあジャグラーコーナー3分で実績順を選んで10分間実践いきましょう、よーいスタート。
はい、もう今日はどうしよう、ジャグラーね、もう満台、ほぼ満台です。残ってる台は絞りかす。前回僕はジャグラーガールズを打って新しいところのマイジャグラーコーナーを打ちたいなと思ったんですけど空いてない、どうしましょう。はい、ね、難しいですね。ゼロゼロの台とかないかな、ないかな、ないかな。ハッピーも空き台なし。もうね、ガールズかアイム系しかない中で、ね、どうしよう。お客さんが言ってた前日のへこみ台を狙おうかな。あ、これ行こう。はい、決めました。前日が300分の1、これ189番台、ね、今日は00の195ゲーム、まだ分かんない。これ実践していきます。はい、早速10分間打っていきましょう。よーい、スタートって、ペダル出してなかった。195ゲーム00。ニューアイムじゃないです、アイムジャグラー EX、 アイムの、もう初代、もうね、かなり台の年季も入ってますね。やっぱりね、ジャグラーはどうしてもここずっと見つめちゃうんだけど、このやっぱりさ、重要視だとバーだけ狙って、あとはもうここだけを見るっていう感じになっちゃうんですけど、やっぱ皆さんもやってると思うんだけど、やっぱ気をそらすっていうね、ところで、なんだろうな、やっぱ歌ったりとか、結構やったりしますね、僕は。団子、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 大家族、やんちゃな焼き団子、優しいあん団子、少し夢見がちな月見団子、おすましごま団子、四つ子串団子、みんなみんな合わせて100人家族、赤ちゃん団子はいつも幸せの中で、年寄り団子は目を細めて、ルテルルル仲良し団子、手をつなぎてやると、こう光ったりする。レギュラー、もうレギュラーだったね、ブドウと思わせてのペカ。よし、ララ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 、団子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 、大家族、団子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 、大家族。はあ、終わり？終わりました。はい、41ゲームで終わりです。まあ、ただやっぱりオープニング予告
自ら演出したところで引かれました、うん、ぜひ皆さん試してみてください。お疲れ様でした。はい、59枚。はい、ジャグラーの実践は終了しましたけれどもね、うん、まあ仮に今の段階でどれでも座れるのであれば、あ、やっぱりハッピージャグラーがいいですね、うん、10の11の7、8の9とかもう粒がやっぱりいいし、ね、やっぱレギュラー先行してるハッピージャグラーはかなりいいなっていうところですね、うん、まあジャグラーコーナー、ね、朝一から来てまだ12時過ぎですなので、うん、まあ、まだ試行回数があっても1600とか700とかの中で、まあね、このマイジャグラーとかちょっとバラエティっぽく配置しているこのコーナーのやっぱりね、5の8、11の4、5の7とか、うん、まだこれから可能性があるだろうっていう形で、この時間からだったわ、この早い時間からだったらレギュラー選考台を僕は打ちたいなっていう感じですね、12時過ぎだったら、うん、ニューパレス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 、収録日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 、この日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 、スロットも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 、お時間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 、